はい、始めます。ひろゆきさんがネットで金持ちの子供は実は性格がいいやつが多いと、なんか例えばお金とかおごんないといけ、まあ飯をおごんないといけないってなった時に、まあ、お金があるから、まあ、大体おごってあげるよって自然に言えるから、まあ、そういうのであって性格がいいって言ってたんですけど、僕は反対ですと。なんでかっていうと、まあ、苦労してる経験が少ないっていうのと、やっぱお金で何でも買えるっていうことは自分から作り上げたものじゃなくて親の金を使ってるんで、その自分で獲得するっていうその苦労をしてない分、なんかいろんなことに対する見立てが甘いかなって思ってるから、まあ、性格が必ずしもいいわけじゃないというふうに思ってます。2人さんの意見は、あれですね、あのひろゆきは金持ちの息子じゃないんですね、きっとね。そうですね。僕はでもひろゆきの例えば子供が性格よくなるとはとても思えないですけど。ただあのぶっちゃけで言うと、あの、まあ、金持ってる人が性格いいかどうかもう僕もう単純に人による、余裕はあるけど、余裕があるのと性格がいいのって別なので、あの余裕はあるけどめっちゃ人見返してくるやつとかってやっぱいるから、それは別なんですけど、ただ貧乏人が歪んでることがあるっていうのは、あの僕は本当だと思いますね。僕あの貧乏人の出身なんで。逆はあると思います。金持ちがいいやつかどうかはちょっと分かんないですけど、貧乏人は歪んでるやつ多いですね。なるほど。私の意見としては、その金持ちが真の金持ちなのか、あるいは成り金なのかにあのかかるんですよ。成り金の子供っていうのは性格いいわけがないじゃん。だって親が、ね、性格悪いし、で真の金持ちだとやっぱり親どういうのが貴族だとかっていうね、やっぱり教養とかね、あの振る舞いとか全部でやっぱ親のその、 あの様子を見てるから、親の背中を見てるの、そらっていうことなんですよ。多分まあ、性格はいいに決まっていると思うんですね。まあ